はい、よろしくお願いします。ついに来てしまったか、ファイアロー。ファイアロー重いなー。ファイアローどうする？ブルンゲルで見れるかな。見れるっていう言い方は何だろう、よく違う気がする。まあまあ、わからんなんで見れるって言ったのかよくわからんけど、対策できるかな、どうだろう。ブルンゲルでファイアローを対策したら、ナッシがナッシナッシナッシみたいな感じで出てきて、バランスのいいパーティーはやりづらいね。で、トリトドンが好きっぽいから、この人。なんか顔が、この、なんつうの、顔が、顔ぶれ的にトリトドン出しそうな気がすんねん。全体的に渋いよな。で、怠けアヤントがマジで怖い。あぶねえ、思い出してよかった。で、これどうしよっか。ファイアローがマジな、先発ファイアローがマジ困るんですが、ブルンゲルは欲しいな。まあ、初手ブルンゲルでいきましょう。で、ナッシナッシナッシの対策でシャンデラいる？ゴルーグの余地がないんだが、相変わらず。相変わらずゴルーグの仕事がない。でも、ゴルーグって一発はファイアロー耐えるよな。いや、出すか、これ、ゴルーグ。ゴルーグ、ブルンゲル、シャンデラの誤算系っぽい何か。いや、シャンデラ？え、ブルンいるよな。シャンデラいるか？完全にこれ、ナッシーピンポ。そうでもないか。アイアントも倒せるし。もう火力で押そう。よろしくお願いします。ゲンガーに頼らない。たまにはゲンガー以外。そしてこの BGM である。雰囲気的に勝たなければならない試合。しかし、なんか負けそうな気がすごくする。よろしくお願いします。ラープラス、来たなぁ。これ、普通に殴ってくるよな、多分。レイビとか波乗りとかで。アームハンマー読みとかなんかしてくる。これは普通に殴ってくるでしょ。わざわざ、いやでも交代してもいいかもしれんな、ブルー。あーでもあかんわ、フリーズドライはまずいわ。フリーズドライはまずいなぁ。アイアントも地味に侮れないんで、これはもうそのまま殴り、なんでこのゴルグ体力偶数なんでしょうね。このゴルグはなんで体力が偶数なんでしょう。特に理由はないはずですが、気合パンチ決めるにはリスキー。アームハンマーぶっぱー。フリーズドライ。スーパードライ。効かないんですよ。どないや。そしてこの正義の鉄拳。一撃必殺。ファイアローとか出してくれんかな。そしたら美味しいねんけど。こうなったラプラスってもう仕事ナッシングトゥードゥやから。どうしよっか。気合パンチ。いや、それ気持ち、明らかに自分が気持ちよくなりたいだけでしょ。どうしよう。エッジでいいか。レビー。やめて、耐えない。耐えない。まあ、いたしかたなし。で、ここで、シャンデラとブルンゲルどっちをですか？いやまあ、シャンデラでしょうね。シャドウの方がいいかな。さあ、考える。何を考えているか。つぶては持ってるかな。フリーズドライと、レイビー両方持ってて、水技も多分ある。ってなると、つぶて切ってるかな？これは。まあ、あるいは身代わり読みか。これ、ファイアローきついぞ。このタイミングで出ないでほしいんだけど。闇ラミー。何すんの？シャドーボー一発ぶちかましますか？ん？普通に攻撃してくれる？バークアウトか？いい火力。
叩き落とされる？いやーん、死ぬ思った以上にやばかったですね。うげー、死んだ後にスカーフ落としてったぞ中に何でしょうかね、ピアスみたいなもん入ってるんじゃないかな。よし、ネットをかますしかないよね。駆け落ち、最後の仕事を果たしていく。なんか妙に痛いんだけど、さっきから。呪われボディ。いいぞ、ネット。口から、おえー、最後の一匹次第。ハチマキファイアローとか出てきたらもう、この体力的にゲームセット。これ、畑落とすされてたら、やばかったな。これ、ハチマキファイ、アイアンツ？アイアンツ？怠けじゃなさそう少なくとも怠けではないんでしょうね。これ熱湯でワンチャン火傷になるかどうかのだ。電磁波やめて、絶対しびれて動けなくなりそう。そんなことはなかった。今日は珍しく来てる。強い。あれ、これ勝ったんじゃね、これ勝ったんじゃね、あかんこれあかん。いや、負けましたわ。これ絶対しびれて負けましたわ。うわぁ、いいとこまで行ったんだけどな。まさかここでしびれて動けないなんてな。いや、まさかしびれて動けないなんて思いませんでしたよ。っていう風に言っておけば、しびれて動けなくなるってことはないんですよ。大地ありがとうございました。めっちゃ勝ってる。さすがゴースト統一。はい。よろしくお願いします。というわけでゴースト統一、やっていきましょう。バンギラス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 マジバンギラス、ホルードとバンギラス絶対臭い。これマジ臭い、バンギ臭いって。マジでバンギ臭すぎ、やばいって。バンギやばい、テンション上がってきた。おい、バンギ行くぞ、バンギ狩るぞ。これふさわしい、さりげなくこれ撮り直してるんですけど、まあその理由については後で説明するんじゃないですかね。これもバンギキラージュペッタ降臨しかありえない。でも喫茶の可能性、喫茶とホルードの可能性もあんねんな。喫茶はまずい、喫茶はまずいんですね。あとホルードもまずい。でホルード出てきたらゲンガーでシャッダウンして、で喫茶出てきたらどうしよう。喫茶出てきたらやばいですね。それは話し合い話し合い通じるかな。スカーフだとまずいねんな。スカーフキスがちょっときつくて、やばい、テンションやばい。スカーフキスマジな。まあ、エアスラだけで負けたから。エアスラだけで負けてしまったんで、どうしますかね、こいつ。いやー、でも草結び。なんか最近草結びのキス多くて、ブルンゲル出したら草結びされたんですよね。でも、スカーフキスに対抗しようと思ったら、ブルンゲル。でもブルンゲルが他のやつに刺さってないような気がするんですよね。これシャンデラかな。まあ、一か八かの右3匹いきますか。よろしくお願いします。まあ、というのも、取り直しの理由は、ちょっと、見返したらミス多すぎて、これ初回パート1で出すのやばいって思って。はい。よろしくお願いします。なんていうのかな、初回にふさわしくないっていうの。来たね、これバンギ来たら、おもてなしや、お前。どうせあれでしょ、これ、ほら、保険かよ、マジかよ保険か、マジで。どうしてやりましょうかね。じゃあ、最終兵器投入しますか。ずっと伏せてきたこの最強の奥義、受けていただきましょう。自然の恵み、受けよ。オッケー、何やって、耐え合ったか。まあいいでしょう。噛み砕いてくるかな。ロックカット、さすがにこれは予測できなかったでしょう。さすがに耐久調整してらっしゃる。しかしこれ十分な打撃を与えました。さあ、ここで相手は何をするか。逃げてくれても構わない、攻撃下がりますしね。ロックカットも消えるし、不意打ち。さあ、ジュペッタの恵まれた火力から繰り出される不意打ちによってバンギラス撃沈。おい、
まさかジュペッタがバンギラスキラーだとは思わなかったことでしょう。活躍できてよかった、気持ちいい、気持ちいい、あーキスドゲ、どうする、キスドゲどうしよっか。エアスラ一発は耐えると思うねんな、エアスラ一発耐えると思うんで、で高校になるから道連れ一発入れますか、道連れ入れて考えましょう。まずで、じゃあ剣術ですね。ってことはこれスカーフじゃないか、しびれて動けない、どうしようもないね、どうしようもないね、これこれはどうしようもないね。高速まだ鋼おったっけ、もう赤はバンギラスで気持ちよくなりすぎて高速覚えてない。ヤドラン、うん、ヤドラン、キッス、バンギやろ、うん、覚えてない、やばいやばいな、マジで赤が自然の恵みで気持ちよくなった結果これだよ。でもな、ジュペッタ役割があるんか、これないっぽい。いやそら、くぅ、ひるんで技出せない、不意打ち打って退場かな、もう。不意打ち決まらない、願い事、これはお茶濁すだけですね、そのぐらいの体力別にも回復してくれてもいいっすよ。でこれ、あ、なるほど、これで確実に倒してしまおうというやつですね。ってことはここでヤスラは間違いないな。じゃあどうしますか。ジュペッタ死ぬだけってのもなんか尺なんだよな。いやーでも捨てるか、捨てるか、変なことしん方がいいような気がする。でもこれ間違いなく死ぬよね。まあ、変にこう、まあ、いや、捨てちゃう、捨てちゃう。不意打ちったってそこまで刺さってるやつがおらんかった気がする。あと、ランクルスおったな、ランクルス。ランクルス、ヤドラン、キッス、バンギー。あと、覚えてないようなポケモンが2匹ほど。で、ここで、ゲンゲラゲーンと、ぶつけていきましょう。鋼おらんかった気がすんねんけどな。ちょっとこれやばいね。鋼おったらバグダウンで、やばいやばいやばい。まあ、記憶にない。爆弾。これは爆弾。電磁波でお茶濁してくると思うんだよな。キック。お盆か？お、やすら、ゴリ押し。しかし効かない。これは、買ってるか。美味しいぞ。道連れして電磁波とか嫌だから爆弾放り投げる。キス生かす可能性あるか、これ。上、ちょっとバトルポイントの数がやばい。キス残すか。ホルード。しかしこれ、ホルード、早、使うか。スカーフやな、これ。この状況で出してくるってスカーフ？スカーフエッジか。スカーフエッジはまずいな。いや、スカーフエッジやったら、勝てるか、これ。勝てると思う。とりあえず道連れしましょうか。エッジ。ゲンゲラゲンダウン。さあ、ホルードと、あいつか。ラスイチシャンデラー。これどうすっかね。シャドボかオーバーヒー。シャドボありえない。オーバーヒーとしかない。シャドボはありえないでしょ。さあ、どう、これ、早いギャースありがとうございました。歴史は変わらない。はい、よろしくお願いします。またバンギか。またバンギやな。バンギギルガルドおんでんな。バンギギルガルドやったらこれも、ジュペッタドアンテ、じゃない。ジュペッタ出していいと思うな、また。これ気持ちよくなれそう。オーロットでもいいんだけど、オーロットでもいいんだけどな。でもワンチャン噛み砕く耐えないんだよな。メガ進化されるとオーロットきつい。
って考えるとジュペッタかな。ジュペッタ、ジュペッ、ジュペッタ確定させといて、これジュペッタで重いのが、つかヌメルゴン、ヌメルゴン、こいつ装飾やんな。いや、わからんか、ヌメヌメの可能性もある。今、シャンデラも欲しい気がする。ギルガルド的に。で、ギルガルドを、シャンデラで、なんか、こんにちはってしたら、多分、ヌメルゴンがこんにちはってすると思うんですよ。ギルガルド、でも、向こうにとってもリスクあるから、でもこのパーティーパッと見、ヌメルゴンは硬い気がする。出てきそう。ヘラクロスは出せないな。無視今一つ格闘無効。で、マリルリどうだろうな。意外と悪事刺さってるから、オーロット入れないときついかもな。で、この2匹だと、ロトも重いから、シャンデラかブルンゲルのどっちか。で、ブルンゲルを入れると、なんか特に何も感じない。何も感じない。いや、でも、シャンデラ、尖りすぎかな。スカーフだしな。悩む。ゲンガーでもいいかもしれんけど、早いし。上から殴って、道連れドーンで強いし。で、さっきシャンデラ使ったし、今回ブルンゲルでいきますか。こんな決め方でいいんだろうか。こんな決め方でいいんでしょうかね。よろしくお願いします。さあ、バンギラス出してくれると嬉しいんだけどな。バンギラス出してくれると。バンギラス出してくれると嬉しいんですけどね。ギルガルドは地味に困るよ。このパーティーギルガルドきつい。ヌメルゴンか。ヌメルゴンか。マジか。お見通し。玉叩き落とす。弾？これ、万技交代あると思うんだよな。ジュペッタを見て、まず、守るは警戒される。守るメガ進化からの、なんか嫌がらせ、みたいな。で、それを考えると、ヌメルゴンがそこまで有効ではないように思える。であれば、ここで、引くかもしれないと思ったが、そんなことはなかった。波動。耐える。当然。素早さ上昇。叩き落とすの威力を見る。どんなもん。お、悪くない。叩き落とすでこんだけ食らってんやったらワンチャン落とせるんじゃねえ、これ。不意打ち？いや、際どいか。際どいな。おとなしく水入れした方がいいかもしれん。高速的にヌメルゴンにもう一発殴られるもんな。道連れ、不意打ち読みの可能性もあるし、道連れで様子見ますか。最低限こいつは沈めておきたいですね。何してくるか。波動。とりあえず11交換。で、多分バンギーおる。バンギーおるし、ヌメルゴン落としたからシャンデラの一貫性あんねんけどな。シャンデラ入ってないんだよな。ここバンギ来ると思う。バンギ来ると思う。バンギ来たらやばいんだけどね。ブルっとく？ブルっとく？バンギ怖いからブルもっとめんどいの来たな。これ腹殴るんちゃう？これワンチャン腹殴るぞ、これ。あー、熱湯にかけるっていうのはナンセンスだろ。俺、どう熱湯にかけるのはダメだと思う。なんかあかん気がする。毒毒で確実に削っときましょう。普通に砂利ついてくる可能性もあるしな。テールいって、しかしこれは受けれるな。ただ油断すると原大悟からの悪事でこれ持ってかれかねないよな。慎重に行きましょう。有効ではないことですし、自己再生しときましょう。引っ込みで何を出す。ここでバンギ？バンギ来た！砂起こしかー。ですよねー。ですよね。緊張感なわけがない。
で自己再生してやけど、これ噛み砕く封じれるとすっげえ美味しいんだけどな。噛み砕く封じれると、それを狙ってるんだけどな、うん、なんつうかジュペッタ消えてるから割とそこ頼みな感はある。噛み砕いてくると思うんだよな。つうかメガ進化されると噛み砕かれるだけでゲームが終わってしまう。マジで勘弁してほしい。メガ進化はやめて。でも悩んでるから、悩んでるから多分大丈夫。やっぱギルガルド入れようかな。縦のギルガルドやったらワンチャン、いやでもメガバンギの噛み砕くは大変のちゃうかな。後で計算しましょう。悩むってのが不気味極まりないんだけど、これステルスロックとかのバンギラスかな。悩むってことは素直なバンギではない、素直なバンギっつうか、あの物理型ではないんかな。さあ考えたまえ。ネット、オッケー。やけどになればなお美味しいが、ならない。噛み砕く、耐えてくれないかな。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、耐えたー。あー痛いよー。呪われ発動しねえしな。ここでマリルリ降臨とかしてくれたらすごい嬉しいねんけど、いや嬉しくないねんな。ここでもう一回熱湯入れて火傷が一番美味しいパターンで、でなぁ、でもアクアテルの威力からしてギリギリ、いや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 、熱湯もう一発入れたい。うん、オッケー。これで火傷になれ、ならない。これ呪われ、呪われない呪われないこれよく、まずいですよ。これまずいですよ。オーロットおじさんで頑張れるかね。うほう、うほうするしかないよな。うほう、うほうで耐えるか、俺。耐久振ってるバンギラスってワンチャンあるかもしれん。うほう、うほう打つしかないでしょ。うほう、早い。あれ、これバンギラス勇敢か。あ、なんか、ラッキーラッキーすっげえ押せない。いやから勇敢か、これ、このバンギラス。そうでしょうね。さあ、マリルリー。絶望しながらの登場。これは負ける要素ないんじゃないかな。ウッドホーン。ウッドホーン。おい。聞く。じゃれついてくる？威力はどんなもん？効かないんです。え？あぶれー。あぶれー。すなわち収まる。そして、ドック、ここでドックが効いてくる。収穫。うぅ。おいしい。これで、あー、体力が。これ言ってしまったな。あ、偶数にしとけばこれギリギリ回復できた、もしかして。あ、そんなことない、そんなことない。うーん、じゃあどうしようかね。じゃあ確実に仕留めます。コウさん、対戦ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。というわけで、後語りのおたばむれコーナー、前回のパート1の動画再生数を確認しました。すごいことになってますね。ありがとうございます。そしてフラダリパも10万再生いってますね。なんかこちらについても、うん、ハードルがいろいろ上がってますが、ご視聴ありがとうございました。ですね、ノープランなんですが、まあテイク9、簡単なね、自己紹介しますと、改めて水ロトムに草結びを打ったり、喫水の大文字を知らなかったり、ヌオーを見てから竜の舞をする、そんなプレイヤーです。私はもうエンジョイだけが取り柄でございますが、今後ともよろしくお願いします。で、次にね、ジュペッタのことなんですが、ゴルーグで、バンギの対策していくっていうのが、まあ真っ先に思いつくかなって思った反面、
パッと見ゴルーグが明らかにバンギラスを倒しに行ってるなって気がしたんで、読まれると思いました。なので別の方法でもうバンギをサクッとね、もうとんでもない負担を与えるにはどうすればいいか考えた結果、あの形になりました。メガ型ジュペッタも育成は終わっております。いずれ出す機会はあるんじゃないでしょうか。そして他のポケモンについて、いくつかのポケモンは現時点で技が変わってます。全部変わります。多分ガルガブゲンのゲンがもうちょっと面白い技構成にするんじゃないですかね。多分、いや今のところはそのままですけどね、使いやすいんで。で今出てないパンプジンとかムーマージとかミカルゲ、そのあたり他にもね、突撃直帰抜け人といったもう個性豊かなアイディアいただきました。そしてですね、いろいろ見た結果なんですが、教え技のあるポケモンっていうのはもしかしたら出番がないかもしれません。過去作の準備がまるでできていないので、うん、教え技だけならワンチャンあるかな、まあ、ぐらいの、ちょっと時間かかるんでそこはねお待ちいただければと思います。で先ほどね、ムーマー育ててまして、これ痛み分けが教え技やないかって思って、すっげえテンション下がってたら、こいつレベルアップで覚えるんですね。うん。さっき気づきましてね。うん、これ取り直しなんですよ。さっき普通に声高らかに、ムーマージがマジ痛み分け教え技なんですよとかいう、すっげえ恥ずかしいこと言ってたんで。まあ、そんなこんなでテイク8まで、はい、じゃあ9か。9まで行っちゃったんですけど、まあそんな感じですね。発言することとしてはこんなところですかね。ちょうど3分ぐらい。今度こそご視聴ありがとうございました。